おねだり雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。はい、道路の、陥没ですね。はい、陥没じゃない、陥没じゃない、蓋がね、はい、外れてたで危ないよっていう話ですね。まあ、盗まれたっていう話です、ね、あ、盗まれたんですか、うん、なんでこんなん盗むので、これですね、ここに、また覗いてくる男は潜んでるそれはまた違う。はい、まあ、速攻の豚の鉄塔ですね。はい、はい、はい、24歳男を逮捕と。ここはあれですか、うん、なんか網目模様のものがはまってるとこですか。そう、グレーチングですね、はいはい、いわゆる、はい、はい、で、まあ、24歳で無職の中村健人24歳、中村健人、はい、健人、はい、人弁の方の中村ですね。人弁の中村で、あと健人ですね。はい、憲法の憲に、北斗の憲のとですね。あー、なるほど、憲法の憲って言うのが使うからね。ノリトって読むからね。ちょっと読むためにその感じは、海外に即かけるビーガンみたいなもの、ビーガンちょっと環境活動がね、あったね。あれね、中村で反応、中村2回言うてしまいました。そう、後藤祐樹伝説とかね、鉄板とか工事現場の鉄板盗むやつね、あの人はね。先月9日から10日ですね、にかけて、川越市の路上でグレーチング11枚、はい、時価25万円相当、盗んだ疑いと。はい、うん、はい、あれ盗んでどこに持って行ったんですかね。まあ、売ったんでしょうね。うん、家出中。家出中だったね、24歳で。24歳で。家出っていう表現でいいんですかね、24で。まあ、自供してるんですが、はい、家出中の生活費を稼ぐためだったと。家出中で。うん、はい、っていうか、もうとっとと家出ていけってことですよ。働けってことですよ。出て行ってね、自分でアパートでも何でも借りて。うん、そうですか。速攻ってコンクリート、鉄板がやっぱり扱いやすいんですよね。それね。うん、はい、まあ、金属価格、だいぶ高騰してますので、はいはい、金に限らずですが、はい、はい、それを背景に転売目的ですよね。じゃあ、いいお値段で売れたんですかね、その24枚ですか。グレーチング11枚で、はい、時価25万円相当。あ、時価25万円相当ね。はい、で、現場周辺では、まあ、同じ時期にグレーチングがなくなる被害が相次いでるので、うん、はい、まあ、余罪が数十件あると。まあ、成功したんでしょうね、どっかで。成功してる、盗んでは売ってお金になったから、はい、見やめられなくなったんでしょうね、きっと。まあ、簡単でしょうしね、24歳で言えるって思うね。速攻の鉄道か、そうそうそう。アシュラン缶とか、なんて書いてある、名盤セットかな。名盤セットですかね。買ったのは、どこのグエンだ。そうなんですか。買い取りはできないですね、グエンとはね。で、儲かるかの話ですね。そうですね。はい。25万円相当ってされてますが、うん、これはステンレス製のグレーチングの製品の値段です。だいたい22,700円。はい、1個がね、うん、本当に普通に買ったとしたらってことですね。はい、でこれを、うん、スクラップとして、うん、その売る場合ですね、金属として売る場合なんですが、はい、ステンレスの値段は1キロあたり180円くらいなので、はい、記事にある380キロだと、はい、合計68,400円。もうとっとと倍とかなんか行ったらいいんだね。380キロ、車で運ぶってほんと大変ですよ。ね、ただ、まあ、一晩でやるなら、うん、まあ、悪くない値段に見えてくるわけです、ね。1日やったらいい。換算したとしたらね。やるやつはいると。買ったらどこの、あ、これ読んだね。普通に働いた方がいい。普通に働いた。こんな荷物をね、380キロも車に乗せてね、どっかに運んでみたいなことやれるんだったら、ちょっと大変ですよ。そこそこ働けると思いますよ。そうですよ。そうです、うん。で、まあ危ないですね。はい。はい、落ちて怪我した場合、はい、はい。これ責任はその管理してる自治体になりますのでね。まあそうですね。うん、ガソリン代の方が高く、ガソリン代が高くつきそうですよ、これ本当に。運んだりするだけでもね。まあ、その余罪が数十件あるってことなんで、はい、まあ、5、60万ですかね、言ってても。はい、このために、逮捕されてしまってるってことですからね。まあ、さっきも言ったように、はい、一晩でその7万円ぐらい稼げると考えると、やるやつ本当にいて、なくなる、やっぱりなかなかなくならないわけですよ。
まあ1週間に1回ぐらい泥棒してたらまあ食べていけるかってなるかもしれませんね、うん、そこら中にあるじゃないですか、うんうんうん、で簡単に盗めるわけですよ、はいはい、だからそう考えるとその買い取ってる業者どう考えてるのかなと、うんうん、どうしたんこれ、だって個人のね、はい、あの車でグレーチングを売りに来たなんておかしいです、どう考えたって泥棒してきたやろ、うん、っていうことになりますかね、はあ、その手のライバチアの監禁所襲った方が襲っちゃったね、すごいことですけどもね、はあ、まあそこら中で起きてるでしょ、うん、でこれ本当にあの子供とかね、まあ、自転車乗ってたりお年寄りとかね、マンホールの蓋とか盗んでいくバーとかいますからね、ズドーンってハマったらもうおばあちゃんとかに、まあ、よろけじいさんとかね、はい、ここにズボッとハマったら終わりですか、そうですね、もう腰の力はない、うん、それは、ね、もうだって僕行く可能性もありますから、ね、そうですよ、もう誰も助けてくれへんかった言うてね、買い取り業者なら怪しいって思わない、そうですよね、普通の業者さんなら、買い取れません、買い取らないですよ、怪しい業者があるわけよね、まあ、そうだ、個人からは買い取りませんよってとこほとんどだと思うんですが、うん、一部買いただく安く、うんうん、ところはある可能性ありますね、うん、そうですね、うん、あと対策ですよね、うんうん、盗まれないための、まあなんか塗っときますかね、何塗るんですか、ニュルニュルしたニュルニュルした余計危ないですね、危ないですね、上歩いた人が危ないですね、鼻、うん、犬のうんこやおしっこはねそこは気にしないでしょ、気にしないですかね、グレンカーブラハムか、グレンカーブラハムからも普通は買い取らないと思いますよ、うん、あでもいるのか、そういうところの、うん、なんでしょう、そのスクラップ工場、うん、違法なスクラップ工場って言っていいのか分かんないけど、うん、あるんですよ、その人たちが盗んでることってあるんですから、うん、ね、外国系の怪しい買い取り、ブローカー、そうですね、いそうですね、それがね、あの 盗難者とか、うんうん、いるいる、解体者ってね、その、はい、そういうところで、はいはい、スクラップにして金に変えてるっていうところも、うん、なくはないでしょうし、まあもうそんなね、変なことしないでゆっくり仕事してくださいね、まだ24歳なんやから、いやだからね、対策はっていう話ですよ、対策ね、対策はだからそこにもうそれをはめ込まないのが一番ですね、まあ基本はそうですね、で全部コンクリにするか、全部コンクリートにして、もうそれ以外考えられないじゃないですか、うん、ただね、はい、コンクリってメンテナンス悪いんですよ、はい、重たくてかさばって、じゃあ何かな、キャンプとかの解体業者とか、まあそうでしょうね、部品にして売るところもあるかもしれないですけどね、ランクルとか、じゃあでもね、大した金額にならない素材で作ればいいんじゃないですか、うん、まあ、耐久性があって、うん、環境問題になる、安いわ言うね、売ったって、うん、いやそもそも買い取る業者がいないとやつにするのが一番、まあ、まあそうなんですけど、ゴム製とかね、高質ゴム、あ、そうそうそう、硬いゴムで、もうこんなん誰が買うのこんなんぐらいのやつをグッとはめ込んどいたら、うん、取らないんじゃないですかね、まあそうですね、はい、はい、まあ、あるいはその専用工具とかによる固定ですよね、うん、そうですね、はい、そういうのがないと取り出せないよっていう、うん、あの取るのに時間かかるやつって 取らないんですよ、まあそうですよ、はい、打ちつけてね、うん、ちょっとただコンクリートとかに、うん、そうそう、ね、であのメンテナンスが必要な部分をコンクリ製にしてね、うんうん、一部だけ、はい、そこをそのひっくり返すと中がそのメンテナンスできたりするようにするとかだったらまあいいかもしれないですが、うん、まあ、いきなり全部はパッと変えられないんでね、はい、そうですね、徐々にそういうのを進めていくしかないのかなというところですかね、はい、っていうところですね、まあまあ、まあ、はい、いつもいますね、こういう犯人が、そこら中でやってますよ、うん、必ず盗んできますね、こういうの盗みやすいのと買い取る業者が言うってことですから、はい、そうそう金になっちゃう、うん、まあ、もうね、もう24やったらね、ちょっと何でもいいから、うん、バイトでも見つけてね、アルバイト、はあ、っていう小言をずっと言われてて、うん、家できたんじゃないですか、アホやなほんまもんな、アホやな、子供は子供時でいるなと親に言われ続けて、まあ、ね、実家寝ちゃったんじゃないでしょうか、ね、アホとしか言えないですね、はい、っていうことでした、はい、はい、それでまた休憩入れてください、はいはい、次からトラップ仕掛けましょうなんか
こう引き抜こうとしたら声が出るとかね。あっこんな声で奥の方から色の奥の方をやめてやめてそれみたいな、すぐ慣れちゃうと思う。痛っやめて関西地来たらもうみんなやるの怖くなってきてね。むしろやるじゃん。僕だってやる。面白すぎて。面白すぎて。トレーディングカードを盗んで売るような人はいません。大変でした。こんなものを運べるんだったら健康だそうですね。体が丈夫でそうでしょう、ね。これ24歳の、慣れの果てが44歳の面白さ。C4 を2キロぐらいで。まあそうですね、あの C4 2キロしたらもうコッパビジになっちゃう。あ、そうなんですか。なんかそうあるあるのかは知りわかりませんけど、はいはい、ちょっとまた聞いてみます、はい、はい、まあそういう風にね、はい、あの不真面目に生きてる方って多いですね、結構ね。犯罪者が多いですね最近。まあ少ないんですけどね、日本なんか全然めちゃめちゃ少ないんでしょうけど、まあ一部じゃないですか。だってこんな風に表沙汰になってるの。まあね、銃の密輸とかができない限りはあまり凶悪事件は起きないですけど、うん、 でもやるって言ったら大体車で突進するか、うん、刃物じゃないですか。はい、はい、それとあとわいせつ事件ですね。わいせつ事件ですね、多いのはね。最近が多いのがですね、うん、若くて健康で働けるのに悲しいで、うん、そうですね、爽やかにね。だからまあ働くのが負けだと思ってるような人たちですよ。労働はよう分かりません、うん、まあそういう精神状態が私にそれってまさに YKY です。ああ、そうですね、はい、怖いですねそれ。怖いっちゅうか、うん、いやその精神状態おかしいですよ。だってめちゃくちゃそれはおかしいですよ、うんうん、働くのがね、はい、いや負けって、はい、健康の無駄遣いにしとそこでだって世の中にはね、うん、健康に生まれたかってもね、何らかの障害持って、ね、仕事がなかなかうまくできない人もいるわけですから。まさに雪や、そういう人たちにね、体を分けてあげたらって思っちゃうんですね。なんでそんなに働くことが嫌なんですかね。それってやっぱり労働を下に見てるってことですよ、うんうん、老少年革命家も働くと負け、うん、革命家のお父さんですね。働かないのはもっと負けそうですね。元プロ野球選手だって動線泥棒するくらいだから言いましたね。それは敗北や。ただ、イゼナとかイゼナ2号みたいになるもん。いやもう、まあ、あれは活動家だから、うん、仕事が活動家って人たちだから、あ、そういうね、まあ一定数いらっしゃるんですよね、そういう方がね、やっぱりね、うん、それをね、しかもあの正当化しようとしてる連中じゃないですか。あ、そうそうそうですね。それで大事、それでええねみたいな。なんでそんななんのかわかりませんけど、え、だって働い、あの大金持ちでも働いてる人いっぱいいらっしゃるじゃないですか。働いてるから大金持ち。あ、そうなんですよ。でもあのもうこれだけあったらきっと自分が死ぬまで生きていけるっていうぐらいお金があるのに、それでも。別にお金のためじゃなくって働いてる方なんかいっぱいいらっしゃるじゃないですかね。だから自分が面白いなって、いうことに全く見つけられてない人ですよね。でしょうね。ね、あのこれやったら別にお金があろうがなかろうがやってもいいかなって思う仕事っていう風なものを全く見つけられてない人ってことですね。きっとその価値観がそもそも。うんうん。そう。そうですね。生きがいっていうものに。うん。その出会ってないっていう。そうそうそう、いまだにね、はい、まだそれが分かってないっていう、はい、そんなところですね。働いて社会つながりを持ちたい人もいるとも。そうですね。そうですよ。社会のインフラを支えてるのは実際に真面目に働いてる人たちである以上、働かないことを正当化してる連中はインフラを使う資格がないと。そうです、そうです、そういうことですよ。まあどうしようもない方だったらしょうがないですけどね。どうしようもない方はやっぱり社会で守るべき。そうそう、それがね、しょうがないです。はい、次行きましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあればお気軽にコメント欄へお書きください。また高評価
チャンネル登録もよろしくお願いいたします。